こんにちは。喉が。リップを塗ります。こんにちは。楽しかった。今エリちゃんとマリアちゃんとヒーちゃんと懐かしい話して笑ってたんですけど笑いすぎて喉が枯れる。面白い。やっぱね、昔の話面白いのいっぱい。なんかあのね、私とヒーちゃんもいたずらすぎていたずら子だったなっていう話とか、あと昔の動画を見返して、あ、こんな動画あったなみたいなただそういう感じなんですけど、やっぱ面白いですよね、メンバーどうしよう。面白かった、楽しかった、いっぱい笑ったやっぱね、笑うと元気になるし、幸せホルモンが出るのでいいね、とってもいいね。ひーゆいはもういたずらっ子でした。正真正銘のいたずらっ子ラベル、いつもそうしたよ。オンニー、オンニー、ありがとう、嬉しい、ありがとう。お仕事お仕事頑張ってね。嬉しい。あ、このラブレ、ラベルは今しました。でもそう、いつもじゃない。でもこれ可愛いからまたしよう。鈴木ちゃん、ありがとう。ありくま、ありがとう鈴木ちゃん。こんにちは、こんにちは、こんにちは。夢より長く君と話したい。ん？今ここにエイトの日のセトリがあります。ペラペラペラを歌わない。私歌わないって言っちゃダメだけどそう、極秘情報。でも多分ちっちゃすぎて、あと見えないはず。あ、今日はパパムスと、あとあれだわ、なんだっけ、あ、AKB 最近聞いた、 AKB 最近聞いた、
聞いたよね聞いたよね、はい、もう肘が今ね、ディフューザーをね、あ、アッパレもだよ、アッパレもアッパレ、やってます。やばい、ちゃんと一緒に宣伝しないと怒られちゃう、また言われちゃうよ、ファンの人に。そう、今日バタバタだ、いっぱいある。あ、今日バタバタ会ってそういうことか。そうだ、多分そうかもしれない、もしかして。あのアッパレで私が衣装着て出てった時、そうだ。ぜひあのあとどうなったのか聞いてください、ラジオで。そう、あのアッパレで、あのサマステ後もう急いでラジオに駆け込んだんですけど、まあ無事間に合ったんですけど、全然そう余裕があったけど、その回をぜひ聞いてください、よろしくお願いします。明日はエイトの日の投資のリハがあるんですよ。大丈夫かなって今見てる。うん、そう、その後ね、パパムスのインスタライブ行ったの。うん、最近聞いたかもにも出るよ。そう、愛が足りひん、あ、イノシニってやつかな。そう、でもね、そう、嬉しいです。明日ね、いつの日のね、投資があるんだけど、これやって、これやって、これやって、大丈夫か、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫だと信じる。インスタでアイユイのツーショット、あ、嬉しい、アイユイいいね、アイユイそのまんまだけどいいかも、アイちゃんとユイで、アイユイ。犬マイちゃんは沼ちゃんと呼ばれてるんだよね。私はユイって呼ばれてる、沼ユイ、アイユイ。今日のショールームの画角いい？本当？すごいなんか前のめりなの。パパムス面白い？嬉しい嬉しい。さっきね、あのレッスン場で教祖の娘ね、あのみんな真似してくれて、私の、そう嬉しい立場分かってるっていうセリフを真似してくれて、真似してくれて、動画撮りました。立場分かってる、よかったって言ってくれた、みんな怖かったって、嬉しい。パパムスは撮影中です。熱中症みんな気をつけてね、
リコリコ？リコちゃんのこと？あ、すごい韓国語なんて言うんだろう。1話だけじゃ。うんね。確かにパパムスも真似されるようなのあるかな。なんだろう。うん。でもなんかパパムスは本当に、なんだろう、すごくリツコと小関がいいやつって感じなので、本当にいいやつっていう。そう、コウメとケンタ先輩を、なんだろう、そう、くっつかせるためにいろいろ仕込むんですけど、そう、二人のことを、うん、いいやつです。あ、やばい、くしゃみ出る。あ、やばい、いつもショールームだと出ない。なんで？どっかの意識が働いてるのかもしれない。気が抜けてないです、多分。くしゃみの気が抜けてない。前髪伸ばす。どうしよう。今ね、まあいろいろ髪型は考えてます。うん、元気ですよ。うんうん。腕に何を巻いてる？ヘアゴムと時計です。そう、明日で最後ね。電池ないよ、もうこれつけてるだけ。つけてるだけです。なんの、なんもない時計です。カーズさんありがとう。ありくま、カーズさんありがとう。今は水色ネイルのハートをあげます。ありくまつけてるだけ。アプローチは電池持たない。なんかちょっとよくわかんないです。まあでも私は好きなので愛用してます。さっきまでねちょっと寝てたんですよ。20分ほど30分。ただ寒すぎて、うん、クーラー止めてもらいました。私家にねメロン、果物たくさんあるんですよ今。そう、今チーム B のカラー、イエーイ。最近は水色とかミントグリーンとか白とかベージュが好きです。色は急だけど。山さんありがとう。アリクマ、山さんありがとう。山さんありがとう。ね、ミントグリーンかわいいよね。なんか最近はまあちょ、昔はピン、まあ、ピンク黄色パステルカラー好きだったけど、今はなんか爽やかな色が好き。
爽やかな色とか、うん、白とかベージュ、落ち着いたカラーが好きになるかな。服とかで言うとそうだね、ベージュ、白、カーキも可愛いかな。うん、だからチーム B の水色はすごい好きです。可愛い。そう、夏だからさ、なんかさ、夏っぽい可愛いお洋服を調達しに行きたい。今この時です。そうだね、夏の服、あとスニーカーとか、あ、サンダルもいいな。スニーカー、サンダル、カラーバッグとか、今年だったらトレンドなんだろう。うん、うん、クマ、よし、トシトシさん、トシトシさん、ありがとう、アリクマ、ありがとう、トシトシさん。うん、アリクマ、トシトシさん、クマタワー10連すごい、え、すごくない、すごい、ほんと、うん、または10連違う、違くはない。え、ありがとう、すごい、あれ、立ってない、あ、でも嬉しい、ありがとう、ありがとう。みんなありがとう。うん、うん、語弊ではないですよ。いや、うん、星もありがとう、嬉しいよ。お話しよう、何しようかな。何しようかな。あ、ね、コラボしたいな。確か。夏の恋は誰と誰とする。ね、今って何時ですか？17時19分、30分までです。じゃあ、うん、夏だったらね、なぎいち歌いたくなる。なぎいちとか、あと夏っぽい曲、真夏のサウンズグッドも好き。夜の配信どうしようかな。私家になんかファンの方からいただいたものももちろんだし、あとあれもあるの、周年本とか、なんかいろいろ表紙を務めさせていただいた雑誌とか、なんかいろいろ懐かしいアイテムが多分たくさんあるんですよ。そういうのを持ってきて見返したりしようかな。懐かしいねって。
エモい。デビューしたての頃ね。うん、クッキーさんの帽子前見せたですよ。最近ファンになった新人なので見たいです。え、嬉しい、ありがとう。確かに私の昔の頃のもの、頃の顔とか何してたかとかあんま知らない方は多いですよね。多いか分かんないけど、もういますよね。うん、うっすら知る、あ、うっすらしか知らない。逆に知ってる人がどのぐらいで、知らない人がどのぐらいいるんだろう。どのぐらいからファンになった方が今多いんだろう。みんな何をきっかけに私のことを応援してくれるようになったんだろう。すごい知りたいんですよね。だから私、あの、初めて来た人とかには言うんですよ。何をきっかけに知ってくれたんですか、好きになってくれたんですかって。そう、いつもそれが気になって。ん、え、怖い。ん、ティーチャーティーチャー、嬉しい。デビューしたビンゴ、ドラマ、ハイテンション、ルーマ、元カレ、最近だ、ショールーム、このイベントでショールームしてフォローした。え、東京だから、今回のショールーム気がついたら前のと13年も。それは言えない。テル公演、おお、駅ビンゴの食パンから、初見から、15年、それはアンダレ、アンダレね、嬉しい。すごい、いっぱい、嬉しい嬉しい嬉しい。ちょっと待ってね、アリクマ読ませてもらいます。あ、アリクマ、アリクマ、そう、嬉しい。アンクレットの M ステ、お蕎麦テクテク、本当？お蕎麦テクテク、本当？嬉しい。ブランデのイベント？すごいね。本当にそれぞれですね。嬉しい。ちゃんと今も好きでいてくれてますか、皆さん。なんか不安だ。すごい、その。嬉しい。みんなこんなにいろんなきっかけがあるんだね。検討中です。リアル、嬉しいよ、好きって言ってくれてる。嬉しいです。うん、嬉しい。でも私もこうやって活動してて、なんかやっぱアイドルとしての気持ちとかは、まあなんかその立場だったりとかと年齢とかがもちろん変わるので、それにつられてこういろんな気持ちの変化、いい意味で変わっていく変化とかはあるんですけど、ファンの方に対しての思いとか気持ちは、初期の頃から変わらないし、むしろなんかやっぱこんなに立場に慣れてこうやって活動ができてるのは本当に応援のおかげだなっていうのをよく言うけど、本当にそれって思ってて、本当に思ってるから言う、もちろん言ってて、そう、前、だからそうですね、いつも
うん、初期の頃からそういう気持ちは変わらないつもりです。うん、まあもちろん見た目とかね、なんかいろいろ変わっていくものもあるかもしれないけど、うん、うちにあるものは変わらないです。うん、だからそんな私を応援してくださる方を私も勇気だったり元気だったり笑顔だったり、そういうものを与えるというか届けていきたいんですし、そう、今の私を好きになってくれる方を私も大切にしていきたいなと思います。うん、今のファンの方を大切にしつつ、そうですね、今は活動の幅を広げているので、なんか、うん、また新しい層のファンのファンというか、そう、新しい層の方もにも届くように頑張りたいなとは思います。ということで、あと3分なのでランキングを読みたいと思います。それでは13位からいきます。13位、ケビン・ホンコンさん、ありがとう。12位、ドクタータケさん、ありがとうございます。11位、シドさん、ありがとう。10位、プルートさん、ありがとうございます。9位、ワイフさん、ありがとう。8位、鈴木ちゃん、ありがとうございます。7位、マットさん、ありがとう。6位、ダイモスさん、ありがとうございます。5位、キクゴロウさん、ありがとうね。4位、トシトシさん、ありがとう。3位、ヤマさん、ありがとう。2位、カーズさん、ありがとうございます。そして1位はオンニー、ありがとう。サランヘヨー、オンニー、カムサムニーダー。ということで、みんなもありがとうね、ありがとうございます。星たくさん、みんな夜もよろしくお願いします。リハーサル終わったらもう走って帰るのでそう、本当に走って帰らないと間に合わないから、本当にダッシュで帰りたいと思います。きっと多分ね、もうダッシュしてもう家入ってすぐにもう配信みたいな感じになると思うんですけど、ぜひ夜もお待ちしてます。夜の配信時間はツイッターと755に載せたので見てください。うん、ということで、みんなありがとう。あとで、あと1分だ。じゃあ、またね。ありがとうございました。